タイ飯は鯛と飯を組み合わせた日本料理の一つである。鯛と米は日本人にとって古来より馴染み深い食品の代表格であり、これらを用いた料理は全国各地に見られる。現在の日本で一般的にイメージされるタイ飯は鯛を一尾丸ごと飯に炊き込んで作ったものを指す。鯛は臭みを取り香ばしさを出すためにあらかじめ焼かれ、米飯の味付けには醤油、塩、 酒、みりん、昆布だしなどが用いられる。炊飯には土鍋が使われることも多い。炊き上がったら骨を外し、身をほぐして取り分ける。薬味には木の芽や針生姜などをあしらう。湯茶をかけてタイ茶漬けとしても美味である。蒸気以外にも味付けしたタイそぼろを乗せた飯や鯛の刺身を乗せた飯のことを鯛飯と呼ぶ例がある。駅弁としての鯛飯の歴史は、 明治時代から見られる。タイ飯弁当は現在、今治駅、神戸駅、鶴ヶ駅、大船駅、横浜駅、箱根湯本駅、小田原駅、熱海駅、三島駅、沼津駅、静岡駅などで販売されているが、今治駅など西日本の駅弁がタイの身をほぐして、混ぜ込んだ炊き込みご飯であるのに対し、神奈川県、静岡県など東日本では、 砂飯の上に甘く味付けしたおぼろを散らしたものを、鯛飯と呼んでいる。南予の鯛飯の一例南予の鯛飯の一例。鯛飯,飯は、愛媛県の郷土料理の一つとして知られるが、地域によって大きく二つの種類に分けられる。東予地方や中予地方では、一般的な焼き鯛の炊き込みご飯を鯛飯と呼ぶが、宇和島市を中心とする南予地方では、タイの刺身を、 醤油を主体としたタレに生卵、ごま、刻みネギなどの薬味を混ぜたものにあえ、ご飯に乗せたものをタイ飯と呼ぶ。同地方には、日向飯という味付けした刺身を米飯に乗せて食べる料理があり、タイ飯はそのタイバージョンを指す名称であった。もともとは、宇和島市の一部に伝わる家庭料理であったが、昭和50年代に、当時の津島町に、六宝という名称で、 旧画藩を出す店が現れ、他地域の人々にも知られるようになった。その後、生の鯛飯は、松山市など、宇和島市以外の県内に広がり、やがて、南予地方の名物とされるようになっていった。昭和60年代には、鯛飯と記載する例が多かったが、やがて、鯛飯の名称に統一されていった。2007年、宇和島の地名を冠した、宇和島鯛飯として、 農林水産省の郷土料理百選に選ばれた。地元の飲食店などで作る共同組合が地域団体商標を登録している。元は、上海にある日ぶり島を拠点とする海賊が戦場で火を使わず、食べたことが始まりとする伝承もある。松山市では、平成21年に月帯飯の名称を使い、松山市の郷土料理として大々的に、 タイメシを紹介したが、現在は、宇和島が発祥の地と変更されている。第39回企画展駅弁昔、物語からお弁当にお茶マイナス東日本、鉄道文化財団2015年ピアニッシも、16から19に写真が見られ、対象、昭和では、タイメシの表記だが、明治期では、タイメシと虹とも漢字で表記されている。 静岡駅のタイ飯は原材料に赤魚を用いており、パッケージにもその旨が記載されている。ドイナカ中ル、愛媛食べ物の秘密、行天ご飯、亀の手岩にびっしり旨みぎっしり、読売新聞長官2019年4月14日、別釣り読みホット一面の関連記事、ワンモアグルメ、刺身を乗せて書き込むタイ飯。ありがとうございます。